黒部ダム日本のダムでは、日本国内に建設され管理、運用されているダムについて、特に治水、利水を目的としたものを中心に扱う。現在日本において定められているダムの定義は、1964年に改定された河川法と同法の規定により1976年に、 制定された政令である河川管理施設等構造令を根拠としている。まず、河川法の第2章第3節第3巻の第44条第1項では、河川の流水を貯留し、または取水するため、第26条1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から包みいただきまでの高さが15メートル以上のものをダムと定義している。 このため高さ15メートル未満のダムについては、ダムに関する特則の適用対象とならず、席として扱われる。次に、河川管理施設等構造例は、河川管理施設または、河川法第26条第1項の許可を受けて設置される、工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について、河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めているが、 第2章の第3条で一家の条件を除外したダムについて規定を適用するとしている。すなわち土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダム基礎地盤から包みいただきまでの高さが15メートル未満のダム以外のダムで、ここでも高さ15メートル以上という河川法第44条第1項と同様の定義がされている。ここでいう河川管理施設のダムとは、 河川管理者自らが洪水調節など治水目的で設置するダムであり、河川法では定義がされていない。また、土砂の流出を防止し、及び調節するため設けるダムは、砂防堰堤と呼ばれるものである。世界的なダム基準は、世界88カ国が加盟する非政府組織の国際大ダム会議において、包み高5メートル以上、または、 貯水容量300万立方メートル以上のものをダムと定義しており、そのうち包み高15メートル以上のものをハイダム、それ以下をローダムと定義している。日本のダム基準はこのうちハイダムのカテゴリーに属するものを指している。なお、ダムの定義自体は1935年5月27日に当時河川行政を管轄していた内務省が 省令第36号として発令した河川延庭規則においてすでに定められている。この規則におけるダムの定義は第1条において土延庭については基礎地盤からの高さが10メートル以上、それ以外については基礎地盤から15メートル以上を延庭、すなわちダムと規定しており、この時点で高さ15メートル以上の基準が登場している。ただし、 現行の基準と異なるのは形式によってダムの基準を変えている点である。同年6月15日に当時電力要請を司っていた低新省が省令第18号として発令した発電要項延定規則においても規則が適用されるダムの基準が基礎地盤から15メートル以上と定められている。しかし、 この時期は多目的ダムなど、治水目的のダムがまだ完成、運用していなかったことや、太平洋戦争後に河川行政が激変したこともあり、河川関連法規を改定して、ダムの基準を明確化する必要が生じた。このため1964年の河川法改正、1976年の河川管理施設等管理令制定によって、ダムの基準が統一化されている。 一般にダムと呼称される河川工作物としては、河川法や河川管理施設等構造例で定めるダムのほか、砂防園庭、地産ダム及び交際ダムがある。しかし、いずれも積極的に火水を貯留する目的を持たないため、河川法上のダムとはみなされない。このうち、砂防ダムについては、砂防法によって、包み高7.0メートル以上のものが、 砂防ダムと規定されており、目的も土石流の抑止に特化されている。管轄部署は国土交通省河川局砂防部であり、河川法に基づくダムを管轄する河川局地水化や河川環境化とは部署が異なる。各都道府県においても同様である。保安林の維持を目的とする地産ダムに関しては森林法に基づく施設であり、 農林水産省が管轄しているためこれもまた異なる。交際ダムに関しては、廃棄物処理が目的であるためにて、非なるものである。以下、本項目全般において、ダムと記したものについては、特に断らない限り河川法第44条第1項、または河川管理施設等構造例、第3条の定義に基づくダムを指すこととし、それ以外のダムと呼ばれる施設については、積。 砂防園庭、地産ダム、交際ダムの各該当項目を参照されたい。日本において建設されるダムの目的は多岐にわたるが、主なものとしては、治水目的と利水目的に対別される。単独の目的を持つダムもあれば、複数の機能を併設するダムもある。前者は、治水ダム、灌漑用ダム、発電ダム等とそれぞれの目的を関した呼ばれ方をするが、 後者は一般に多目的ダムと呼ばれる。ダムは様々な事業者によって計画、調査、建設、管理などが実施されている。日本においては政府直轄事業者、地方自治体、電気事業者及び一部の民間企業からなる。戦前は大日本帝国海軍が所管していたダムも存在していた。多目的ダムについては政府直轄のダムを特定多目的ダム、 地方自治体管理のダムを建設費の国庫補助を受けることから補助多目的ダム、補助治水ダムと呼ぶ。1988年には限られた小地域に対する治水、利水を目的にした小規模な都道府県管理ダムに対して建設費の国庫補助が受けられる制度も導入された。このようにダムを小規模生活貯水池と呼び、淡水面積も小規模なことから、 水没保障を最小限に抑制可能として最近多く建設されている。現在、日本におけるダムの総数は完成、施行中を合わせたものとして2つの統計がある。一つは、一般財団法人日本ダム協会が集計したもので、完成2699箇所、施行中193箇所の合計2892箇所。もう一つは、 一般社団法人日本大ダム会議が国際大ダム会議ダム大長文書委員会に提出した3045カ所である。いずれが正しいかは不明であるが日本においては約3000カ所のダムが建設されていると推測される。ダムに関係する法律は河川法をはじめ様々な法令が存在しており直接的、間接的に影響を及ぼしている。下表は その主だった法令の一覧である。現在は法律の他公共事業評価委員会、河川流域委員会等の第三者機関からの評価も受け合意がなければダム事業ができない仕組みとなっている。ダムはこうした法令を根拠に河川総合開発事業、河川整備基本計画、水資源開発基本計画、土地改良事業、 考え排水事業に基づいて計画され、建設される。日本最古のダム、や山池詳細は、日本のダムの歴史を、前年表は、日本ダム史年表を参照。日本のダムは、アスカ時代の616年、ため池として、川地国に作られたや山池ダムに始まる。その後も、現代で言えば、ダムにあたる、考え用ため池が、各地の川に設けられた。 明治時代の1891年、長崎市水道の水源として完成した本川地港、部ダムが日本初の上水道専用ダムである。さらに1900年には日本初のコンクリートダムとして布引き後本松ダムが作られ、近代ダム技術による大ダム時代に入っていった。大正時代には、木曽川、信濃川、天竜川などで水力発電開発が盛んに行われ、 事業者としては、福沢桃介や松永安左衛門らが有名である。この中で、大井ダム、大石川ダム、小牧ダム等の大規模、コンクリートダムが建設され、1938年には、戦前で、包み高が最も高い塚原ダムの建設に発展する。なお、この時期は現存するダムが6基しかないバットレスダムの建設が集中しており、笹流ダムや、 丸沼ダムが完成している。戦後、国土総合開発法が1950年に施行されて、以降、全国各地で河川総合開発事業が進められ、荒廃した国土の復興に貢献した。この中で、ダム、特に多目的ダムの役割は重要視され、1945年の沖浦ダム完成以降、建設省や各地方自治体によって、 全国の河川に続々と建設された。また農林省は、食料を増産を目的に、加古川、く流川等で、国営土地改良事業を展開し、灌溉専用ダムを各地に建設。さらには増加する人口と高度経済成長を背景に、水資源確保の必要性が高まり、1962年には、水資源開発公団が発足。トネ川、淀川等で、 水資源開発のためのダム建設を行った。戦後の人口増加と経済発展で水だけでなく電力の需要も高まり水力発電の開発も進められた。日本発送電株式会社が1951年の電力事業再編例により分割された旧電力会社と1952年発足した電源開発株式会社によって 数多くの発電用ダムが建設された。特に現在での日本最高の包み高を誇る黒部ダムを、はじめ佐久間ダム、奥田田見ダムは日本土牧師にも残る大事業となった。その後火力発電の流星で開発は下火となるが1973年のオイルショックで一般水力発電が再評価されたほか火力発電や原子力発電との連携が可能な。 用水発電による大規模水力発電所が建設されるようになった。だが、開発に伴う地域住民の犠牲はなおざりになっていた。これに風穴を開けたのが、八の巣城紛争であり、これ以後、水源地域対策特別措置法をはじめとして、水源、水没地域の住民に対する法的保護が充実して行った。またダムは、次第に、 本来の目的に加え観光名所としての側面を有するようになった。一方、公共事業に対する国民の厳しい目はダム事業に及び、1990年代以後はダム建設の中止や凍結が相次いだ。また、環境問題への関心の高まりからダム建設による河川水量の減少や水質の悪化も重視されるようになり、利水面で 水道需要の当初計画からの需要減少による水余り減少が目立ってくるに至って、長良川川,川口関や八ッパダム、徳山ダム、川辺川ダムといった利水、治水を目的とした大規模ダム事業への風当たりが厳しくなっていった。ついには田中康尾長野県知事による脱ダム宣言まで飛び出し、ダムが抱える様々な問題が広く知られるようになった。しかし、 東海豪雨、福井豪雨、新潟、福島豪雨といった大水害と1994年と2005年の大火水のように地球温暖化の影響とも言われる気象災害により地水面においてダムに対する再評価も始まるなど意見は分かれている。そのなか2009年の第45回衆議院議員総選挙での民主党の圧勝を受けて発足した 民主党、社民党、国民新党連立政権による公共事業の縮小政策に伴う八ッパダムや川辺川ダムの建設中止が打ち出され、地元や流域の地方自治体との圧力が生じている。諸言とは高さや重量などのいわゆる概要であり、高さなど故障は下記の通り。またダムの名称は一般的に立地した土地の地名や、 河川の名が付けられるが、難読なものも多い。諸言の解説についてはダム諸言を参照のこと、包み高、早朝水容量淡水面積順の詳細は、日本のダム一覧を参照のこと、形式の解説はダム、形式一覧を、詳細な解説は、各形式のリンクより参照。日本のダムで採用されているダムの形式は、以下の通りである。専門書では、 略語で表されることが多い。地震の多い日本においては、ダム形式における耐震理論が世界で最も進んでいる国の一つである。なお、数値は2012年現在日本国内における季節、未設のダムを集計している。数値には、ダム再開発事業によるかさ上げなどの再開発を施行しているダムを含み、形式未記入、不明の11基は除外している。 主な利用法としては、下記の用途がある。専門書等では、アルファベット1文字で表記されることが多い。上水道、灌漑、工業用水道の用途は、利水として総称されることがあり、降雨や融雪などにより、河川流量の豊富な時期に水量を貯水しておき、滑水器において水源として利用する単独目的のものも多いが、下記のいくつかの目的を兼ね備えるダムもあり、 これらは多目的ダムと呼ばれる、大規模なものが多い。ダムのうち、洪水調節機能を持たない利水ダムについては、河川法第44条から第51条のダムに関する特則において分類を行っている。これは、洪水調節機能のない利水ダムが、集中豪雨や台風による洪水において、放流を行った際に、下流への災害を抑止することを目的に定めたものである。 諸言には表だっては出てこないが、便宜上ここに記載する。すなわち、利水ダムは、洪水の時ダム湖に流入した水量をそのまま調節せずに放流するのが一般的である。しかしこの操作がダムのない状態に比べて下流への洪水到達速度を早めることにより、下流への被害拡大を増大させる危険性があり、特に大容量貯水池を要する。 水力発電用ダムで、その可能性が高くなる。また土砂運搬の多い河川においては、ダム湖上流部が大差で埋まることで、川床が上昇、それにより上流部への洪水被害が増幅するという危険性をはらんでいる。このため、河川法の規定により、利水ダムでは利水ダムを設置する者は、河川の充前の機能を維持するために必要な施設を設け、 またはこれに代わる措置を取ることという条項が明記されており、電力会社をはじめとする利水事業者は洪水対策などの措置を取らなければならないとされている。こうした措置を取らなければならないダムの具体的な分類については2つ存在する。河川法施行令による分類1つは河川法と同時に施行された河川法施行令第1章。 第23条において定められており、これにはダムの設置状況に応じた形で河川の充前の機能を維持するために必要な施設、措置を取らなければならないとされる。以下の説明は条文の原文をもとに解説する。これに基づき施行例、第25条から第31条においては、無料観測や放流操作、放流前の事前連絡など事業者が行うべき、 条項が定められ、これに基づき事業者は、利水ダムにおける、洪水地の放流対策を図ることになっている。ただし具体的なダムの名称までは規定されているわけではない。河川局長通達による分類もう一つは1966年5月17日に、当時の建設省河川局が、実際の河川管理を行う、各地方建設局と、都道府県知事にあてて通達した。 建設消河川局長通達、伊達川発、第178号がそれである。この通達においては、河川法で規定されたダムに関する特則の運用規定をより細かく定め、河川法、第26条の許可を受けて設置される、高さ15.0メートル以上のダム、すなわち利水ダムについて、具体的なダム名を挙げて分類している。分類については前日の河川法施行令 第23条を基本に、放流による下流への影響度、大差による上流への影響度、及びゲート運用など、放流操作の複雑さに応じて第1類から第4類までダムを分類している。詳細については、下記の表に記す。概ね、第1類は大容量貯水池を要する発電専用ダムが、第2類は大河川の中流部に建設されているダムが、第3類は、 ゲートの数が多いダムが対象となっている。なお第四類については小規模なダムのほか、多目的ダム、地水ダムといった洪水調節機能を有するダムが指定されている。以降、利水ダムは完成後いずれかの分類に指定されるが、ダムを取り巻く周辺状況の変化によっては分類指定が変更されることがある。例えば、静岡県の天竜川に建設された 秋葉ダムは通達発令当時には第1類に指定されていたが、現在は第3類に指定が変更となっている。この分類については、各事業者がそれぞれの管理ダムにおける指定状況を把握しているが、日本全国にあるダム全てを明記した文献は明らかになっていない。この項目は冒頭に記され、指定ダムについては最後に記されている。 残りの内容については、概ね河川法試行齢と同一であるが、より細かい規定がされている。なお、こうした二つの規定により、利水ダムは河川が持つ従前の機能を維持することが求められ、各、ダムごとに操作規定を定めて対処する必要が生じた。積極的な治水の責任はないものの、多目的ダムなどと連携して、洪水調節を行うことがある。 一例として2006年7月に長野県を襲った平成18年7月豪雨において品野川水系最大の支流である西川の氾濫を防ぐため特定多目的ダムである大町ダムと東京電力が管理する西川上流、高瀬川上流の発電用語ダム連携治水操作がある。西川上流の長は渡るダム、水戸のダム、 稲古木ダムと高瀬川上流の高瀬ダム、七層ダムは発電目的しか持たないが、西川の水位が危険な状態に陥ったため河川、管理者である国土交通省北陸地方整備局と長野県の要請を受け空き容量を利用して上流からの洪水を貯留し特例の洪水調節を行った。この結果西川流域では、 堤防決壊や越流による浸水被害をほぼ皆無に抑えている。ダムの建設発注及びダムを管理する事業主。戦後における事業者としては下記のものが中心となっている。複数の事業者による共同管理をするものもある。管理が国から地方自治体に移行したダムもある。日本においては近年ダム事業に対する賛否が多く論じられている。 大別すると生態系、水環境、植生などの環境と国、地方ともに財政難である中の公共事業の可否である。さらに水没による観光資源の喪失や水没地域の住民が移転などにより生活基盤を破壊されることも問題になる。ダム事業に対する代替案も事業者、反対派から出されるようになっているが、一部のダムでは地元、 下流域からの猛烈な反対運動、あるいはそのための討論、議論、保証交渉の長期化、さらには環境影響評価法による厳格な環境調査が義務付けられたことによりダム事業長期化が起こっている。このため当初の予定より大幅な事業進捗遅延が特に大規模ダムで起こっており、このことがさらにダム事業への批判を呼んでいる。このような長期化している。 ダム事業は、事業費高等の第一要因であることから、公共事業見直しの対象になりやすく、事実全国で100カ所近くのダム事業が休止、中止となっている。ダム問題は、各論が単体で存在するのではなく、複数の問題が複雑に絡み合う形で、存在している場合がほとんどで、これが、事業の長期化に拍車をかけていると言われており、 接続にならない程度に早期に議論を集約し、結論を出すことが事業費高等を抑制する上でも必要と言われており、今後の課題となっている。また、脱北者の証言などから、北朝鮮の工作員が日本国内のダムをテロ攻撃の対象にしているということが判明している。個々の問題点については、下記の各記事を参照のこと。戦術の通り日本には、 大小、約2700箇所のダムが建設されているが、ダムが建設されていない河川も存在する。こうした河川は、ダムのない川として、自然環境が豊富であると、イメージが持たれるが、都市、平野部を主な流域とする、都市河川ではもともとダムに適した地形が存在せず、建設は不可能である。その他地質や地形、水没物件の多さ、 費用対効果などの問題で建設が行われず、こうした河川においては、川口関や放水路、遊水地、堤防の建設などで治水に対処している。本川、支線ともにダムが存在しない河川は少なく、本川にはなくても山間部を流れる支線にダムが存在することが多い。またダムはなくても、灌外、水力発電用の取水堰は存在することが多く、河川施設が、 全く存在しない河川は稀である。以下の表はダムが存在しない水系の一例である。詳細はダム再開発事業を参照。ダム事業の中には、既存のダム、貯水池を改良するか、あるいは直下流に新規にダムを建設することで、治水機能や利水機能を維持、強化することを目的とした事業がある。これらをダム再開発事業と呼ぶ。 前者では特に明治、大正時代に完成したダムにおいて完成より多年が経過したために停滞が老朽化したりあるいはダム庫の大差によって有効な貯水機能の維持が困難になる例が見られる。このため再開発事業の一環としてダム本体の修繕や放流設備の改修、貯水池の掘作、大差除去を行うことによって完成当時のダム機能を復活させる。 このような再開発事業は、治水、利水目的を付加する場合にも行われ、ダム本体のかさ上げや、洪水処理機能の強化、貯水池を掘削するなどして、有効貯水容量を増加させ、増加分を洪水調節容量や利水容量に、重当する。校舎では、主に洪水調節機能の強化が第一義の目的となる。ダム建設後も、たびたび計画された。 洪水調節流量を超える洪水が発生するなどして、そのままでは有効な治水対策が図れなくなる場合に、検討される。堤防の建設や強化、川戸国策等の治水対策が何らかの理由で、選択できず、かつ新規のダム建設が困難な場合に採用され、安い。この場合、大抵は既存のダムの直下流部、または、 ダム本体を取り込む形で既存よりも大規模なダムを建設し、結果的にダム湖の容量を増大させて、過去最大の豪雨に対処できるだけの洪水調節容量を確保することになる。利水目的も付随する形で計画されるが、あくまで主目的は洪水調節である。なお、このような再開発の場合は、既存のダムは新しいダムの停滞に取り込まれるか、 あるいは水没してその役割を終える。前述の沖浦ダムが代表的であり、現在国土交通省直轄ダムを中心に全国各地で建設、計画されている。国土交通省は2017年6月にダム再生ビジョンを策定している。観光放流を行う宮ヶ瀬ダム。首都圏内にあり、都心からも近く年間100万人が訪れる。ダムはあくまで治水。 リス用種目的としているため積極的な広報は行われずダム事業の理解を妨げる一つの要因とも言われていた。しかし1973年の水源地域対策特別措置法成立以降ダム建設による不利益をこむる水源地域への利益還元を目的としてダム水源地周辺整備事業が行われるようになった。一方電力会社管理ダムでは黒部ダムや アリミネダム、佐久間ダムなどのように当初から観光地としてダムを一般開放する傾向が見られた。またレジャーが多様化する中でアウトドアレジャーの一環として河川を利用する国民が多くなりダムを訪れる観光客も見られるようになった。伊沢ダム、阿木川ダムのようなロックフィルダムではダムを山に見立てた停滞登山イベントも行われるようになっている。 1994年建設省は今まで閉鎖的であったダム管理を180度転換し、地域密着型のダム事業を目指して、地域に開かれたダム事業を開始した。これは季節、未設を問わず全国の国直轄ダムと水資源開発公団管理ダムを対象に、地域に密着したダム事業を行うべく各管理所に一般開放や、 周辺整備に対する計画を提出するように指示した。これ以降各ダム管理事務所は、ダム湖の一般開放や地元自治体と一緒になっての周辺整備、漁業協同組合と共同しての漁業資源整備、花火大会やマラソン大会など、レクリエーション事業の推進、ダム訪問者にダムを PR するためのダムカード配布など、多角的なダム開放事業を展開した。 この結果次第にダムに観光客が集まるようになった。特に神奈川県の宮ヶ瀬ダムでは各週日曜日の観光放流実施やダム内部の開放、公園整備を行い年間100万人以上の観光地に成長。このほか北海道の金山ダムや岩手県の御所ダム、京都府の日吉ダムでも年間50万人以上がダム及びダム周辺を観光に訪れ、 広島県の灰塚ダムでは、完成前の試験放流を行った一週間だけで、約2万人が、県内外から訪れた。国土交通省調査によれば2003年におけるダムダム湖利用者の別総数は、約1385万人に達し、その数は調査開始後から増加している。こうした動きは、都道府県営ダムも追随している。年間の観光客数である。 アジア競技大会広島大会で、カヌー競技が行われたハジダムの人造湖、八千代湖。橋の下にカヌーコースが整備されている。またダム湖の開放という点では、ダム湖の名称決定に、地元の一般公募による募集で選定する傾向も、近年では多く、2005年に全国68のダムが指定されたダム湖100選は、地元自治体の推薦で選ばれている。スポーツでは、 カヌー競技の想定上としてダム校を開放している例が多い。この中には1964年東京オリンピックの公式コースに利用された神奈川県の相模ダムや第12回アジア競技大会広島大会での公式コースとなった広島県の端ダム、国民体育大会やインターハイの会場として利用された静岡県の長島ダム、船木良ダムや岩手県の多瀬ダムなどがある。 さらには、カヌー競技の推進確保を目的としたダムとして、長沼ダムが建設されるなど、カヌー競技とダムは密接な関係にもなっている。変わったところでは、奈良県の布目メダムが、日本の自転車ロードレースでは、規模の大きいツアーオブジャパンの公式コースとなっている。またダム建設において、大きな係争要因になる、漁業資源についても、全国に、ワカサギの魚卵を提供している。 風ザダムやブラックバスを観光資源にしている池原ダムのほかイ岩名、ヘラブナ、ワカサギ釣りなど、多種多様な釣りのスポットとしてもダム湖は利用されている。ただしダム湖に限った話ではないが立ち入り禁止の場所や、禁漁期間等、または特定外来生物の再放流禁止等については、十分留意する必要があり、また所轄の漁業共同組合の観察がなければ、 釣りはできないので注意が必要である。こうして、ダムの一般開放は年を追うごとに広まり、新潟県の内の倉ダムや岐阜県の横山ダムでは、中空重力式、コンクリートダムの構造を利用して、ダム内部の中空部分を開放、内倉ダムでは、毎年中空内でコンサートまで開かれるようになった。また、藍塚ダムや三重県の日立ダム、 岐阜県の小里川ダムなどでは通常は関係者しか入れないダム内部を点検するための通路である観査牢を開放するダムも続々現れている。2002年のアメリカ同時多発テロで一旦は開放を縮小することもあったが観光のためにダムを一般開放する方向性は今後も続くと見られている。だがダム本体やダム湖にゴミを廃棄したり禁止事項を犯すと 河川法や漁業法違反として処罰される。ダムやダム湖の中には、国立公園や国定公園、都道府県立自然公園に指定されているダムも多い。こうしたダムダム湖は、地域の貴重な観光資源として、重要な位置を占めている。だが所管する環境省は、国立公園や国定公園において、環境保護のためにマイカーの乗り入れ規制を、近年強めており、 この理由からいくつかのダムでは、マイカーで行くことができないダムがある。四と東屋国立公園に指定されている北海道の豊平京ダムや中部山岳国立公園に指定されている富山県の黒部ダムでは、手前の駐車場で駐車した後電気バスなどでダムまで行く形になっており、同じく中部山岳国立公園に指定されている長野県の高瀬ダムは、下流の七層ダムより、 徒歩、指定タクシー、ダムを管理する東京電力の PR 間より、発車する専用バスのいずれでしか行けない。国立公園指定国定公園指定ダム建設時に掘られた作業用トンネルは完成後には放置されるが、トンネル内は年間を通して10度前後、湿度が100%に保たれ、日光が届かないという条件がある。このためワインの熟成に最適とされ、 豊平京ダムの作業用トンネルはワインセラーとして再利用されている。海外における作品についてはダムダムが登場する作品を参照のこと日本におけるダムが登場する作品としては小説や映画の他アニメや特撮といった子供向け番組が挙げられその各作品で題材やロケ地として用いられる。小説では城山三郎や吉村明が 社会問題的側面で扱ったものや純文学の舞台として登場する。映画では、黒部ダムの建設を題材とした、黒部の太陽が広く知られる。また、後に、ホワイトアウトのロケも厳冬期のーダムで行われた。一方、特撮やアニメでは、仮面ライダーの第1話のロケーション撮影が、小河内ダムで行われたほか、ゴジラシリーズや、 ガメラシリーズでダムは怪獣に破壊される定番の標的になっている。それ以外にも、テレビドラマ、西部警察パート3では、農林水産省東北農政局の協力を受け、当時に同局が建設中だった日中ダムの工事現場が、同番組の見せ場である大爆破シーンのロケ地として用いられた。ダム単体を扱った写真集も出版されており、ダムマニアなどに好まれている。 ありがとうございます。